この傘に入りなよ。この中は何からも君を守ってくれるよ。必要以上に知りすぎたり見すぎたりしなくてもいいんだよ。身を委ね放り投げて包まれるのさ。自主制作であのミニアルバムを作ったんですけど、そのジャケットの撮影でみんなに手伝ってもらって、そして自分でみんなに連絡して お願いしますって言って、なんかそういう、なんていうんだろう、経験をしたかったっていうのが一番大きい理由ですね、うん、で今回は流通に乗せずにライブ会場だけで売るつもりなんですけど、なんかそういうライブでこう自分で歌って自分で CD 今日持ってきましたって言って売るっていう、そのなんかすごいシンプル なんかことがやっぱり自分のためにもなるのかなっていうのが、うん、なおちゃんからのリクエストっていうのがあって、そのまあタイトルはあのマジックアワーっていうタイトルなんですけど、あのイメージはね、ちょっとプリズムっぽいキラキラした感じ、ちょっと、まあ、いろいろなイメージを伝えられてるんですけど、それはね、彼女とのイメージをなるべく重視して、で僕なりのエッセンスを出して、で昨日あのずっと一日ロケハンしてたんですよ、ここら辺を。でそこであのカメラマンの森明さん の彼女、彼のアイデアとかも聞きながら、みんなでこうロケハンしながらいろいろアイデアを練ってて、で今日こういうの撮ろうっていう、もう一応パターンは出したんですね。だからもう一旦彼女から出てきてるけど、そこでやっぱ関わってる人たちでまたセッションしてて、あの形が見えてきた感じかな。それを表現したいなと思ってます。あのあまりなんか大きなメッセージとかっていうのはなくて、でもなんかこう生活の中で少し楽しくなるっていうか、少し気分が良くなったりとか、なんかそういうものを共有したいっていうか、本当に小さな幸せって言ったらあれですけど、なんかそういうのを一緒に感じられる時間っていう、結構なんかそういう特別なものだと思ってるので、うん。テーブルに花魔法かけて、ドゥアッパドゥアッパ、自転車で行こう風を浴びて、ドゥアッパドゥアッパ、君が笑えば何もかもが、ドゥアッパドゥアッパ。岩間さんの声がとっても好きで、僕が個人的に、ね、好きな声の人だとやっぱり気持ちもこう、ね、高ぶるじゃないですか。すごい一番贅沢な思いをさせてもらってます。僕も一緒にこうしてアルバムを作るの初めてなんですけど、あの他の人と自分の作品は作ったことあるけど、そうそう。でもやっぱ今回のあのアルバムのタイトル、マジックアワーはやっぱ最初聴いた時にすごくいい曲だなと思って。なんか踊りに行ったりとかするのもすごい好きなんですけど。なんかでも自分が歌う時って結構弾き語りしっとりしちゃってみんなもシーンと聴くみたいなのがあの多かったんですけど、なんかこれからはちょっと自分が聴いてるダンスミュージック、ダンスミュージックって言ってもクラブっぽすぎたりとかそういうものではなくて、ダンス踊れる音楽全般が好きなんですけど、なんかそういう自分が好きなダンスミュージックと自分の音楽っていうのを少しこう近づけていくっていうのがテーマかな。そうですね、ジャンルで言うとあのロックステディとかもダンスミュージックだと思うし、結構エレクトロ系な音楽も聴くんですけど、最近はあのすごいダーティープロジェクターズっていうバンドがすごい好きで、
で、なんかそれにすごい似てる、なんだっけ、フォーレンズっていうバンドがいて、それはなんかラジオで聞いて、で、あ、これダーティープロジェクターズかなと思ったら違って、でもすごい気になるから YouTube とかで見てで、Amazon で買いました。ちっちゃい頃から結構音楽っていうのは身近だったもんで、親が音楽がすごい好きだったから、姉ちゃんがいつからやり始めたかっていうのはすごい正確な時期は分かんないけど、多分高校生とかそのぐらいからかな。僕も僕でなんか音楽との出会いがあったりして、そういえば姉ちゃんめちゃめちゃいい歌歌ってるなみたいな、あれ二十歳にならないぐらいに初めてこう姉ちゃんのライブを見に行った時にすごい感動してなんか一番兄弟の中で思い出に残ってることとかありますか？いや多分めっちゃしょうもないよ。なんですか、なんですか？いやもうただなんか、なんだろう、一番なんだろうな、鼻を蹴られて血を出したことかな俺が母親と同じように厳しかったり優しかったり、こんな感じで、やっぱ兄弟ってある程度距離があったりして、でもその距離を姉ちゃんが歌を歌って、あ、こんな風に思ってるんだなとか思ったり、なんかもう会話っていうか音楽を聴いて、理解したりとかの方が結構多いのかなって今思うけど、全てうまくいくためさ、この先に何があろうとも大丈夫。お疲れ様でした。ありがとうございました。この後は、なんかあれですか？着替えて子供の迎えに。はい、お母さんにも。白いやつ取ってこれで切ったらね。